平野仕様の脱退裏側、ジャニーズ事務所からの安全な船を捨てた理由。8月24日や、元 k n g o p スの平野仕様26がインスタグラムを更新。質問箱機能でファンとの交流を楽しんだがそこでニシンな回答が登場し注目を集めている。平野仕様の最近の行動とジャニーズ事務所を辞める決定について、 彼のファンやメディアが驚きと関心を寄せています。彼のインスタグラムの質問箱、セッションからの意味深なコメントがその一因かもしれません。平野はおよそ3時間で多くの質問に答えたが、そこで絶対に安全な道と自分の本当にやりたい道、どっちに進むという問いに対して、 平野はこの質問に対し自分のやりたい道、安全な道なんてスーパーつまらないでしょ。安全って本当に安全なのと答えました。この言葉から彼の内面に何か変化が生じていることが伺えます。それに対しファンからは、ファンからの反応は非常にポジティブで、彼の冒険的なスピリットを称賛するものが多く寄せられました。 ファンは平野仕様を冒険者であり開拓者であると捉え安全な道を選ばない彼の決断に共感しています。強い信念を感じさせる良いコメントですがこのコメントを見ていると改めて平野さんが金プリを辞め活動方針の合わないジャニーズ事務所からも飛び出したかったのか、なと感じますよ。ねわい度賞関係者。 このコメントに対して一部の関係者は平野氏洋がキンプリとジャニーズ事務所から離れた理由について新たな洞察を提供しています。彼の脱退は安全な道ではなく自分の本当にやりたい道を追求するための決断だったかもしれません。平野は5月22日に神従寺ユ太25、岸ユ太27、 の三人で金プリを脱退し、ジャニーズ事務所からも退場、岸の宮城退場。脱退の理由は様々だろうが、特に大きな理由として、平野紫耀は、神宮寺ゆ太たと岸優太と共に金プリからの脱退を決断し、ジャニーズ事務所を退場しました。 この決断の背後には、海外での活動を追求する意向や、それぞれ異なる目標を持つことが大きな理由とされています。近く、ジャニーさんごめんね。目標届かなかった。彼の公式ブログでは、最後のメッセージでジャニー北川氏に対する感謝の言葉と謝罪が含まれており、これが彼の決断に対する深い感情を表しています。 ジャニー氏は彼のスター性を乱し、金プリを成功させた功績がありましたが、平野は新たな道を切り開くことに決心していたようです。ジュリー氏は舞台を大事にしてきたジャニー氏と比べるとドラマや映画、映像作品を重視していると言われている。ジャニーズ事務所の現社長である藤島ジュリー恵子氏は、ジャニー氏とは異なる方向性を持っています。 ジュリー派のアーティストたちはテレビの仕事が多く、映像関連の仕事のオファーが多い傾向にあります。これは、平野氏要が選択する道とは異なる方向性である可能性が高いです。平野さんは役者としても高い演技力を誇り人気もありましたが本人は俳優業に積極的ではなかったと言います。 平野の仕様は役者としても高い評価を受けましたが、俳優業には積極的ではなかったとされています。彼の俳優業は、憧れの先輩である山下智久氏が演じた作品のリブートに関連していたと言われています。しかし、平野の思いとは裏腹に、個人でもグループでも、映像系を中心に国内での仕事は増えるばかりで、海外に挑戦する余裕はなかった。 平野は海外での活動を追求する意向を持っていましたが、国内での仕事が増えるにつれ、その夢を実現する余裕がなくなっていました。資格ジャニーズ事務所も安全ではなかったジャニーズ事務所は一般的には成功を収めているように見えますが、平野紫耀のようなアーティストにとっても安全な場所とは限らないようです。報道によれば、 平野はジャニーズ事務所の方針に疑問を抱いており、ジュリー氏との確執があった可能性が示唆されています。今年に入ってからジャニーズ事務所は、ジャニー氏が過去に行っていたタレントへの加害が本格的に取り上げられ、ついに国連人権理事会のビジネスと人権、作業部会のメンバーが被害者救済に向けた対応を政府に求めるまでに発展。国際問題となっている。 最近では、ジャニーズ事務所が国際的な人権問題の焦点となっており、その影響が広がっています。これにより、所属アーティストたちにも不安が広がっており、平野仕様のように新たな道を模索するアーティストが増えている可能性があります。金プリとジャニーズを辞め、滝沢秀明氏41が立ち上げた、戸部に神宮寺と合流した平野。 自分のやりたい道をこれから見せてくれるのだろう。平野紫耀は、滝沢秀明氏が立ち上げた、飛べ、という新たなプロジェクトに参加し、自分の本当にやりたい道を模索していくでしょう。彼のファンとして、その新たな道での成功を願っています。結論。平野紫耀のジャニーズ事務所からの脱退は、 彼の内面に生じた変化と事務所の方針との基地によるものである可能性が高いです。彼の冒険心と自己表現の欲求が安全な船を捨てる勇気を生み出したのかもしれません。平野市要は新たな道を歩み始め、ファンは彼の今後の活動に期待しています。ジャニーズ事務所にとっても、 今後の方針と安全性について再評価する時が来るかもしれません。